周学部広氏は、新末民発の官僚、実業家、政治家。北京政府で、財政総長を務め、また、実業界でも、盛んに活動した。字は周の。別号はサダゴ。番号は、止め案、ガウンコジ。祖籍は、暗記承知修復取得権。父は、新末の政治家、官僚の周香織。1880年。 16歳で秀才となる。1893年、順天の里見に参加して、巨人となった。しかし、その後は、過去で好成績を収められなかったため、実務で功績を立てる方向に転換した。1898年、開閉公務局総弁となり、新式の高校業事業への関与を開始する。1901年、 三島順部園生外の幕僚となり、三島大学堂総弁に任せられた。翌年、修香織は三島順部となった。しかし修学博士は直令総督に昇格した縁に引き続き、追従している。7月、直令将銀元局総弁に任せられた。この時に、銀元の発行で好成績を上げたため、円から賞賛されている。 1903年4月、日本へ、商工業、造兵のための視察に赴いた。帰国後は、園に進言し、直令省工芸局の創設を進言した。このほか、天津高等工業学堂、実習工場、高校省、教育品製造所など様々な実業機関の創設、運営を主導し、園による、直令省での申請を大いに支援している。 企業の振興にも熱心で、1906年に、ススコーと軽神妖怪古墳有限講師を設立し、これらは中華民国成立後も勢いを保った。中華民国成立後も、シューマナブヒロシは、遠征外の下で起用された。まず1912年7月、陸印省内閣で、北京政府の財政総長に任命されている。この時に、シューは、 円の軍事費を賄うため、イギリス、ドイツ、フランス、日本、ロシアの5カ国の銀行団との間で、2500万ポンドの前後借款契約を締結した。しかしこの契約は、参議院の審議において、承認を得られず、特に国民党からの批判は激しかった。州は行き詰まって、翌年5月、休暇を取って、タオに逃れた。9月、正式に辞任した。 1915年3月、周学博士は、女性省内閣で、財政総長に再任された。この際には、電磁測量、タバコ、酒栓売、都市部での民国実業銀行創設、農村部での県農工銀行創設などにより、実業、金融、財政など幅広い分野で政策を実施した。しかし、同年8月、遠征外が、 皇帝即位を目論むようになると、州はこれに反対する。そして、信玄が受け入れられないと見ると、病気を理由に辞表を提出した。それからしばらくは実業に専念し、花信宝石講師を創設するなどしている。1918年、大総統となった女性賞の賞兵に応じて、州学部博士は、全国免業を、ただし弁県庁足しを根局。 ただし弁として正解に復帰した。翌年には中国実業銀行総理に任じられた。しかし1920年代以降は、周学博士が創設した各種企業において経営主導権争いが発生し、周はこれに敗れていくつかの企業への関与を断念している。さらに、日本軍の中国東北部への侵攻や日本資本の 浸透に押される形で、州の創設した企業は次々と崩壊するか、日本などに併合されてしまう。晩年になると、州は、政界からも、財界からも引退し、故郷で、主に教育事業に携わった。1947年9月26日、北平で病没。去年82、ありがとうございます。